皆さんこんばんは。さあラジオが終わりました。今日は、3画面共有です。はい、カメラ1個はこれですね、このシンセ全体。今日はシンセの音の視聴比較会にしたいと思います。はい、こんばんは、こんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは、こんばんは。はい、今日はですね、予告 SNS って書いてました通り、これ今、表示が見えないんでちょっとライトをつけてるんですけど、これ下がですね、ヤマハ初代 DX7 先輩です。で、この上の段が後輩の MODX 君です。はい、で、これカメラ1台目とここ画面の上ですね、2台目と、でそれから画面共有をしていって、左下に見えるのが、アートゥリアというメーカーの、これはソフトシンセなので DX7V ちゃんになります。じゃあ早速行ってみましょうかね。そうだな、早速まあ音を聞いていただきましょう。まずはオリジナルの DX7、のこれまあエアブローという名前の音色なんですが、姫神の曲でよく耳にする音かと思います。これがオリジナルの音です。で、当時のまあ作られたこの曲、あ、この曲じゃないや、このシンセのこの笛のこの音を、そのまあ多分2、3年前3、4年前に、ヤマハさんからリリースされた後輩の MODX 君にこの音を移植すると、で、さらに、ソフトシンセのアートリアの DX7V ちゃんで、一応これは同じ音を、ソフトシンセにもそれから MODX にも送ってます。で、一切、その音をなんだ、移植して移して全くこうエフェクトといってこうリバーブとかディレイとかをかけていなくて、まあ、コンプとかリミットは今入ってますけども、こっちの方がいいかな、強く押した時と弱く押した時のかすれ具合っていうかが違うんですね、厳密には。で、あれ、こっちのね、ソフトシンセの方はブライトネスっていうのがあって、ちょっとかすれ具合を少し変えれるんですね。なので、これ、あ、
あの厳密に同じ音を、この間去年の11月5日の Facebook ライブ配信の時なんかはもうこっちの MOTX っていうのにもう、しちゃってるんですけども、音は似てるけど再生してるエンジンが違うからかな、音が違う、若干違うんですよ。違うんですけど、まあヤマハさんが自社で音がちょっと明るめかもしれないですね。でソフトシンセもなかなか負けてない感じで、まあでそしたらこれね、音色によるかもということになりまして、これなんだっけ、例えばしかもタッチパネルになりましたからね、これ今本当にボタンをこうパチッて押して音色が切り替わるんですけど、こういうハーモニカの音なんかな、ほとんど変わんないかな、うん、こういう音は変わらないみたいです。そのまま鳴ってくれてるみたいです。例えばそうですね、あれ どこ行ったっけ、あったあったあった、こっちも切り替えましょう。はい、こういう、この辺は印象はそんなに変わらない感じなんですが、さっきみたいな笛の音を鳴らすと、かすれ具合、なんだろう、そのなんかフィルターの特性なのか何なのかちょっとよくわかんないんですけど、そこがちょっと微妙に違うということが判明いたしました。でまあソフトの方も、まあ MODX というかのヤマハさんが後から出してきた方も、まあ、非常によくできているのかなと。なのでまあ制作なんかの場合だと、この画面の左下にいるこのソフトシンセっていうのが、まあ、瞬発力もありますし、保存した状態をそのまま保管してくれるので、まあ、使う率こっち高いかなと。であのライブコンサートとかで現場に持っていくんだったら、これね重さも実は違うんですよ。ね、昔で言ったやつ、これ何、鉄製ですごい重いんですよね。で、ちょっと MODX はプラスチック製になったので、ものすごい重量的には軽いです。あとはなんか比較するとしたら、こういうのかな。何番に入ってる？あ、16番。よいしょ。例えば、はい、この辺は変わりないですかね。これちょっと音ちっちゃいな。低い方を言ったらちょっと、あ、そんなに変わんないですね。はい、そんなに変わんないですね。まあ、あ、まあこうなんだろうな、あのちょっと尺八部屋の音だけが違うのかな、感じが。と比較するとしたら、あれギターの音がないな。入ってないな。まあその初代の DX7 って音が
32までしか記録できません本体で。でこっちの MODX は何百何千っていけちゃうんじゃないですかね。でもソフト申請に至ってはもう追加していけばもう何百何千をはるかに超えて、ものすごい、数の音色が扱えますというところで、全然まあ目的使用用途、まあ、現場によって違うのかなと。でこの辺もまあなかなか実機で確認することがないので、特集みたいにしてみました。あれこれギターの音なかったかな、入ってないな。ないですね、はい、ないので、まあこんな音なんかも比較しようと思ってたんですけど、入ってないから入ってないですね。あった、こっちは入ってるな、なんでだ、あれ、ソフトシンセの方が若干、あ、これは入ってない、うん、音が 重めというか注意規定域がある感じですね。 MODX はやっぱりこう最近のシンセというか明るめの音なのかなという感じですね。はい、お番ですね、すごい今日はオタクなシンセ特集会ですが、まああともう一つ言ういいのはですね、まあこの左下のソフトシンセがもう DX7 しかできない、限定されてるんですね。でまあ DX7 本体も DX7 の音しか出せないんですけど、 MODX の一歩進んだところは DX7-2、まあ、TX802 の音も出せちゃうでしたよね。うん、なんでこれ一回そういう音をもう、これはなんだ、どうやるんだっけ、これね、まだこんなこと言ったんですけど本当によく使い方、あ、ここそうだな、マリンバと書いてある、うん、これは DX7 から音を移してきた画面ですね。この辺の懐かしい音から、これは多分セツフなんかで使っているベルゲーの音ですね。多分昔の第一森とか北天元素から、あとなんだ、中期ぐらいのアルバムなんていうのは結構こういう音色を使ってたと思われます。ですからね、あまり弾いちゃうとジャスラックに引っかかっちゃうかな。キラキラ系とかの昔の音も全部移植しちゃってます。なのでまあやろうと思えばですね、例えば当時の曲を
なんて言ったらいいんでしょう、最新のシンセなんですけど、わざと昔っぽいような音を出すことができちゃうかもっていうことですね。うん。でまあこの時代はそのまだ技術がそんなに進んでなかったので、そういう金属的な音は、まあ、もちろん、特徴的かな。まああとはこれ今そういう使い方しちゃってますけど、これ一回多分紹介したと思うんですけども、まあ普通に、あそうだ、オーディションがあるんだ。普通にこうピアノの音から、これはシンセ、これがでギター、こういうのがもうなんか一台でできちゃって勝手になって、まあそういうアイディアを、考えたりしなくてもきっかけをもらえるという感じですね。これが勝手に、短くしたり長くしたり、もう普通にこういう聞こえてる音なんかもフィルターを入れることが、
楽しくて遊びが止まらなくなっちゃいますね。あら、おくつさんこんばんは。何か弾いて、いや弾かなくても佐野さん、これボタン押すと勝手に勝手に、あれ、さて、大きい、おー、びっくりした。ですね、これ今カメラ消しまして、まあソフトの方に行くと、まあ、こっちの DX7 も、あれ、これどうやるんだっけ、ファクトリープリセットあった。まあ、これなんかは、これ読んだやつだな。もう、ソフトシンセの方も、これは鍵盤を押さえてるだけで、勝手にアルペジオが鳴ってくれます。みたいなことになっちゃってるんですね。まあ、当時の発想ではできないような、これは昔の使い方。もうこんなことできるんだ、知らなかったっていう。こっちもなんかキックをカットしたり、クラップをカットしたり、そういう機能がもう実装されてるんですね。これもあれですね、カットとかカットオフとかついてて、多分エフェクターも実装されてますね。これで見ればいいのかな。違うな。これ多分、これは老眼にとっていいニュースですね。あのリサイズ、ウィンドウリサイズ機能があって、これで100、あら、はみ出た。これ、すばら、あれ、このウィンドウは大きくならないの？これ。え？あれ？バグ？来た。はい。老眼の方に朗報です。これです。ウィンドウがですね、違う。リサイズできることが今分かりました。リサイズウィンドウって機能がついてますね。80% ぐらいでやってたんですけど、これちょっと辛いから 90% ぐらいにしよう。
これだと全然違いますね。いいですね。はい。まあソフト申請の方の、まあ、DX7V ちゃんっていうんですけど、あ、これね、透明人間じゃなくてね、僕がなんだ、これ今申請こうあるんですけど、こうやって、あ、出ちゃった音。あのこういう風に、こっちに見えるかな、ギリギリ見えるかな、これを押してるので透明人間じゃなくて、僕がこれ押した通りに鍵盤がへこんでくれてます。あ、これパターンってあるね。ここについてた。へえ。アップとかですね。ダウンとかですね。ランダムとか。へえ。今聞きました。わあ、すごいな。でまあ曲の何でしょう、音楽の流れに合わせて、こうくごもったようにこう聞こえない音からだんだん明るくこう聞こえてくる。これも DX じゃないな、アナログシンセみたいになってますね。まあできるんだ。これもそうですよ。みたいな使い方ができちゃうんですね。いやー、あまり真面目にこういうソフトシンセ一つ一つを探ってないので、これね、今僕弾いてないんですよ。鍵盤の上に指を乗せて押してるだけでってなっちゃってます。へえ。よいしょ。悪そうな音ですね。僕がびっくりしてます。よいしょ。まあこれも押してないの、1個しか鍵盤を押してないのに勝手にそうなってますよね。へえ。
ションホイールっていうの、ピッチがこう上下にここについてるやつ見えないな。ここにある上下にあるのと別にもう一個あるんですけど、上げるとこういうふうに音色変化をしてくれるみたいです。これも指っぽいですよ。まあソフトシンセはソフトシンセでなんか独自にこういう進化をして、なんて言うんでしょうね、いかにオートメーション化するかみたいな。すごいなあ。あれさっきのやつってジャンルとかなんかあるんですかね。ジャンルで探せばいいか。オールタイプスになってるんで、あ、ドラムループっていうタイプがあるんですね。タイプ別に分けらんないんだ。あ、できた。こんなのがもう入っちゃってですね。そのまんまですね。テクノグループって書いてる。で、これも今隠れちゃいましたけど、まあ、R コンプっていうのを通ってるんですけど、そうですね、この音をもしバキッとかっこいい音にしたいとかっていう時には、さらにこういう待機バンドの、これは MCDSP のコンプを入れると、こういうほぼほぼ現代的な音です。これ外すとこんな感じなんです。入れると、うん、あ、そうですね、楽器の音紹介が、そうですね、僕も今新機能知ってちょっとびっくりしてます。はい。で、まあソフトシンセはソフトシンセで、これをですね、あのコマンド Sまあ、保存というのをすると、このまんまの状態で、次の日寝ぼけて起きてきて、こうやってファイル開いてもですね、バシッとこの状態で蘇ってくれるっていうのがものすごく助かってます。なので結構ソフトシンセ率はもう高いです。そのいろんな音を作ったり、こう作業したりとかって言ったのをこう全部覚えてくれてるので、で実践のライブコンサートとかになると、まあ昔の DX もまだもちろんこれありますけど、こういう MODX の方が、まあ即戦力といえば即戦力になりますかね。あんまりこう、これもタッチパネルになって、まあ見やすいですし、ウォールにするとサブカテゴリーが選べない。そういうことか。はい。まあ、さっきエレクトリックっていうので、まあ、検索しましたけど、この辺あるかな？ない。え？どれであるの？これエレクトロニカ R&B とかで、これも今本体の音がこういう音なんですけど、プラグインを MCDSP のプラグイン入れると、これ全部音切れた状態。あれ鳴ってるの。
あれ？なるんですが、ハートごと分かれてきてるんですね。これはリズムです。ベース、どこにしようかな。より即興性みたいなものを、まあ、狙って高めてきているのかなと思います。ソフトの方はソフトの方で、まあ、多分制作の方で使いやすいようにとか、まあ、あとはライブとかに持ち込んでも使えるようにみたいな、まあ、配慮がなされているような気がします。あ、びっくりした。大丈夫です。ニーレスオプト入ってます。はい。まあそうですね、曲を作れそうな勢いで、今日ご紹介している元のTX7 と、まあ、最近になって出てきた、MODX で、こっちがちょっと飛んじゃいましたけども、リセントリーで覚えてたりするんですね。今日探った音色軍団みたいな感じ。はい、来た。ちょっと音がちっちゃいな。はい。まあ、それぞれ個性があるのですが、今日はこのソフトの透明人間申請DX7V ちゃん、はい、後輩の MODX くんで、オリジナルの DX7 先輩で、こう音が出音が違いますが、それぞれ、なんて言うんでしょう、まあ、制作ライブコンサート特化みたいな感じで、僕も新しい機能を見つけてびっくりをしたという回です。V ちゃんで、そうDX7 先輩で、後輩の MODX 君、結構今度新しくやってきました、フレッシュですみたいな感じ、音も明るめです、ね、で、このアートリアの DX7V ちゃんは多分低音とかですね、中域の音が結構それなりに再現されているので、まあこのメーカーさん、なんだっけな、アートリアさんは、例えばですね、そうだ、こういうネタがあった。これ今、あれ？上が切れてて見えない事件だ。はい。プリ1973、まあ、多分これおそらくニーブさんを、昔のその古い機材をなんか測定をかけてこう再現するって技術を持って、それを応用して、こういう、なんだろう、ニーブのマイクプリのモデリングだったり、こういう DX7 の回路も多分解析して、そのフィルターとか特徴とかを掴んで、まあこういうのに応用してるんだと思います。これニーブさんで、これが、よいしょ、トライダって書いてますけど、どう見てもトライデントさんですね。だし、そういう、これもね、
もうこれも一発で見た目でわかる。はい、プリ V76 と、書いてますけどね。あ、見たことあるやつってやつですね。こういうマイクプリから、あとはなんだっけ、そう、まあシンセのフィルターというのはコンプレッサーっていう、まあ今この R コンプかけて音を叩いてますけど、そういうのもなんかこういう、あれバイパスしてるの、インプット、はい、これコンプかかってます。まあ、こういうのをなんて言うんでしょう、昔の、まあそうですね、ウーレイだったら1178という実機があるんですけども、もうそういうのを使わないで、もうこれプラグインで済ませてしまってるというような現状です。これはなんだ、チューブ、あー、え、ちょっとね、今ね、そうこれは、はい、そういう感じですねっていう、そういうメーカーさんのやつですねってやつですね。で、あとがこれは、あ、そういうメーカーさんですね、はい、はいはい。これもプリセットあるのかな、ありますね。そうなんですよ、この間、そう奥さんありがとうございます。この間もなんだっけ、軍事技術、無線のデジタル化を応用でこういう音楽に、転用していたり、あの砂漠地帯で原油がどこに埋蔵されているかっていうのをこう上でダイナマイトをバーンってやって、こう、まあ、探知機のソナーみたいに跳ね返ってきた音波でこの辺に原油が眠ってますという技術からの応用でこういう、プラグインが開発されたりしてるみたいなんですね。なので意外と、まあ、応用されたものが多いのかもしれません。はい、よいしょ。いやー、新しい、おー、びっくりした、新しい機能も知るし、はい。あと皆さん何か聞いておきたい音ありますか？ね、音色がもうこれは膨大にありすぎて、もうどうしましょうっていう。パッチワークス、なんだ、これはこれでまた違うのかな。これバイパスするのどうするんだっけ。あ、これだ、よいしょ。あ、達也さんこんばんは。待ってましたよ、遅くなりました。これは五種音色あるのか、
だまだ探ってないとかたくさんこれは眠ってそうですね。よいしょ。別に分けてるはずなんで、ここでパッとパッとあれ、いやいやいや、あ、え、パッとないですね。なんでないんだこれって。あ、ここにある、はい、パッと、いやーいやー椅子長いかな。トラックというのを作ります。はい。これはバス経由でしか行ってくれませんよと。で、そうですね。リバーブっていうのはなんて言ったらいいんでしょう。お風呂の銭湯の残響効果音。これがそうなんですけど、これはこれもそうですね、昔 あのレキシコンというメーカーの、480L のモデリングになります。これどうやって呼び出すんだっけ、あれあったプリセット、うん、プレートルーム、この後に残る余韻ですね。これ分かりやすいのはちょっとエレピとかして歯切れのいい音でリバーブを切ると分かりづらいな。歯切れのいい音にリバーブをかけるとお風呂の中で鳴ってるような効果ですね。でこれも空間の広さがいろいろあって、ランダムホールド、アンビエンス、まあ、こういう音の奥行き感みたいなものも
まあ作ってる段階でいろいろと調整をかけちゃってます。さあ、なんかシンセの話から新機能から僕の知らない世界が始まりましたはい、こんなところにしておきましょうか。とりあえず今日は DX7 シリーズ追うことがとりあえずできたので、これですね。あ、これリバーブかかってる。あ、オリジナルの、こういうふうに、まあ比較をしつつ最近のシンセサイザーがどれだけ進化しているのかというのもちょっと垣間見れたかなと思います。はい、そうです、レキシコン 480L です。そう、シンセを紹介しようと思ったらシンセの機能紹介の回になっちゃいました。まあこんな感じで、まあ外側の、まあこれはハードシンセと言いますが、それからこの、パソコンの画面の中に入っているこのソフトシンセっていうのを、まあうまいとこですね、使い分けて、まあ演奏はこっちの方かな、演奏はこっちの方メインですね、制作の方はこっちのソフトシンセメインというので、曲を作ったりいろんなことをしたりしてます。そうですね、実機もまずタッチパネルになったっていう時点でびっくりですからね。なんかまあ最近は全然ね、ちょっと状況が状況なのでいきませんけど、注文するのがタッチパネルに変わったみたいなぐらいのでもね、見やすくはなったと思いますよ。はい、今日はカメラ1、カメラ2で画面、この下のこれを見てもらってる画面共有、これ画面の下半分使ってます。はい、3画面でお届けをしてみました。はい、じゃあいいでしょうかね。よいしょ。じゃあまとめに入ってしまいます。はい、今日は2016年上海公演の本茶をなおかつ1回目の本茶は演奏だったんですが、2回目は映像が後ろに LED がついていて、上海の街をタイムラプス映像でこう後ろで映像が流れながら、演奏した本茶になります。今日は、この本茶を見ていただいて、このあと YouTube の方に今から見ていただく本茶の映像をアップいたします。9時過ぎくらいの予定です。っていうかもう9時になっちゃいますね。はい、さあ今月はあれですね、もう今年に入って3週間経ちました。雪はまだ全然残ってます。はい、相変わらず気温も今年はやっぱり寒波の影響でいつもより雪の量はそんなに変わらないような気がするんですが、寒さは結構続いている気がします。
さあ、明日は金曜日を迎えます。そして、土日週末を迎えて今年に入って第もう4週目ですねになります。まあいろんな準備をしつついろんなことを進めつつ、なんて言うんでしょう、準備を進めております。喉が、はい。さあ、じゃあ皆さんも良い週末を迎えてください。僕はなんだっけな、そうです、PC Apple の Mac Pro も2台あるんですけど、もう1台の方も予約設定が落ち着いて、こう腰を据えて、やれるかなというところまでたどり着きました。はい、というのをしながら週に1回こういうやっぱりまあラジオ今年の第1週ですかね、ちょっと、お休みになっちゃったんですけども、 Facebook ライブ配信はずっと続けさせていただいて、1週間のうち木曜日は必ずこれをするというような目的意識があると、1週間に1箇所必ずこうスキーのストックじゃないですけどもこう置くことができるので、とってもいい刺激になってます。はい、いろいろとありがとうございました。じゃあ最後に、これはもう特別な本チャーです。この後 YouTube の方もアップいたしますので、ぜひ見てみてください。それでは皆様、また来週木曜日、お目目にお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末を。